はいはい、じゃあちょっと回ってみましょうかね。高井田横穴公園。ここ降りてから、降りてから右に行ってくれるかな、右に。5月の20日だかな、20日は、学芸員の方が説明会があるんですね。5月20日の土曜日だかな、10時から3時ぐらいまで。これとツアーを組んでくれるらしいよ。20名ぐらいのツアーをね。先着順。ほんで、無料やそう。うん、先着順で無料言うたかな。あら。見えんがね、これ。どうなってんの。あれ。こうか。よ、あ、横穴あんだけど、見えんがな。見られんがね。第3四号、3号本。見れませんがね。この横は。あ、これ大きいね。ああ、綺麗にしてあんねや。これは石組んでんのかな、違うのかね。どういうことだ。分からんな、これは。セメンかな、セメントかな。入れてるような雰囲気じゃないけどね、ちょっと後で聞いてみよう。分からんな。ここは何ですって。壁画見れるのかな。ちょっと行ってみようか。彫刻壁画。前こんなのしてあったかな。どうも記憶ないのないんやけど、何もなかったな。ただね、手前から花を見ただけよ、昔来た時は。ほら、綺麗に入り口に扉がついてますよ。扉が鍵がかかってんね。あら、真っ暗け。電気ついてんの。照明の、あ、切ってますかね。切ったら見えんがね、全くよ。残念。全く見えないんでございます。何にも見えません。事務所でいろいろね、説明してくれたけどさ、全然見れへんがね。いや、第3四軍6号本。ははー、なるほど。これ岩をくり抜いとるわけやな。そういうことでもないでしょうか、さっきのあれはね。わかったわかった。岩をくり抜いてますわ。あっこや、あれが一番奥、あれが一番奥。ここからだと15、6メートルね。天井の高さなんか分からへんわ。残念。手前はね、1メーター50ぐらいあるか。あら、奥の方待つともっと高いやろね。はい。残念でございますね。第3支部7号本。7号本を踏んでございます。お、ああ、上分からんか。ちょっと右にカーブしてんのかな。ほら、ほら、ほら、ここにほら、なんか絵が彫ってありますわ。こんなとこに彫ってんねんな。これは埋まっとるがね。残念、埋まってますわ。ここは第3支部18号本。わあ、これはちょうどいいぞ。西日でちょうど見れるんちゃうか。ああ、広いね。奥行きが7、8メートルあるけど、高さわからない。高さ、手前は1メートルぐらい。奥、わからん。第3四分19号本。そんな大きないか。7、8メートルか。どこあんねやろ、25本は。25本、25本が分からんがね。28号本が。ああ、真っ暗だ。
全然真っ暗だ。ああ、なんかあんだけどね、見えんな。残念やね、あれなんだろう。あれなんだ、これは。見えません。真っ暗だね。これ開いてんのか？いや、開いてないな。第3号、28号分でございました。やり方ってな感じ、こんな感じやね、3号分。3号、第3号、22号分。このやり方やわ、みんなな。やり方してね。入れんな、鍵入ってるか。小ぶりやけどね、これやったら6、7メートルあるか。まあ、なんかちょっと真っ暗やけど。第3号、23号分。これも一緒やね、やり方、これ。ちょっと小ぶりやけど。ああ、にゃんこや。おい、おいで。にゃんこか。おいで。よそ見とるわ。これも小さいですね。ちょっとわからんか。どれぐらいある？奥まで5、6メートルか。このやり方やな、やっぱり。ちょっとこれやり方違うな、ここはね。何個か書いてないけど。こう取って。ここが中まで入れるのね。こう、なるほどね。中かなり広いで、横ね。うわ、上すごいことになってて、ここから言うと奥まで14、15メートルあるんだよな。竹林広場、これぶっ刺ってくるか。18号分、見れませんけど、18号分ね。入れませんけど、ちょっと形がね、ちょっと違うけど、これが12号分。12号分高さが1メーター3、40あるかね。ここはこれはね、なんや、奥行きは80センチぐらいしかないけど、3、4、5、11号分かね。で、こっちは15分。これは深くだな。ちょっと中見えんけど。ちょっと中が見えんけど深いね、これは。あれ？奥まで見えないかね。5、6メートルあるかもしれない。ちょっと見えないね。真っ暗ね。あと崖のところにね、穴を掘って。これはなんだ、これは。一歩落ちてんのは。ツバキかね。こんないっぱい落ちるもんかね。これは鳥のシワだかな。カラスかな。カワカ言うとるから。ほら、いっぱい落ちとるかね。